ADV150 は、ホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。ADV150 インドネシア向け使用者2010年代で、あっても、不正地の大やセアンの道路事情も踏まえた、コミューターとして、KF30 型 PCX150 をベースに、開発されたアドベンチャータイプのスクーターで、2017年に発売された大型自動二輪車 XADV の、 シティアドベンチャーコンセプトやデザインを反映させた、排気量 149cc の普通自動二輪車で、ある。インドネシアをリードカントリーとして設定し、2019年7月19日に、現地法人の PT アストラホンダモーターが製造する、同国向け使用車を、コンビブレーキ使用3350万、ルピア ABS 使用3650万ルピアで発売。 同年9月21日にはフィリピンで現地法人のホンダフィリピンインコーポレーテッドが2020年1月より14万9000ペソで同国向け使用車を発売することを発表。さらに同年10月28日には太陽国で現地法人の AP ホンダカンパニーリミテッドが同国向け使用車を9万7900バーツで発売し、以後は東南アジアで 派生展開していく予定であることが明かされた。タイホンダマニファクチュアリングカンパニーリミテッドが製造し、ホンダ技研工業が輸入事業者となる形式名に BKKF38 の日本国内、仕様は同年10月24日から11月4日に開催された第46回東京モーターショーに市販予定者として出展。 同年12月20日に2020年2月14日に希望小売価格消費税10%込み45万千円で発売することが発表された。限界を超えていく都会の冒険者をキーワードに開発が行われた。車体はダブルクレードル型フレームに XADV のイメージを継承したカウルを装着。サイズは全長 X 全幅 X 全高、1960。 X760X1150 ホイールベース 1325mm 最低地上ミ 165mm シートミ 795mm 車重 134kg 最小回転半径 1.9m に設定シート下には容量27リットルのラゲージスペースハンドル下左側には容量2リットルのアクセサリーソケット付きインナーボックスのほか、 手動スライドロック機構により2段階で 71mm の高さ調整を可能にした可変スクリーンを装備する。サスペンションは前輪が成立テレスコピック、後輪がユニットスイング。ストローク量は前輪 130mm、後輪 120mm とし、リアショックアブソーバーは3段レートのスプリングを使用した昭和製リザーバータンク付けとした。また、 キャスター角は26度30、トレール量は 85mm である。ブレーキは前輪 240mm、後輪 220mm のローター系によるウェーブシングルディスクを装着し、前輪のみ作動する1チャンネル ABS を装備する。タイヤは専用のブロックパターンチューブレスを IRC が開発。サイズは前輪が110、80から14。 後輪が130、70から13である。搭載される KF38E 型水冷4、ストローク最チェシー短気筒エンジンは、オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム並びに、シャフトへ、シェル型ニードルベアリングを使用、発電制御の知能化など多岐にわたる徹底的な、低摩擦化を実施し、さら小燃費性能を向上させた。 グローバルエンジン ESP であり、内径 X 工程、57.3X57.9、排気量 149cc、圧縮比10.6、容量8リットルのタンクからの燃料供給は、PGM5 電子制御式燃料噴射装置、フルトランジスタ式バッテリー点火装置、セルフ式指導、アイドリングストップ機構、V マチック無断変速機などは、ベースとなった。 PCX150 用 KF30E があったと共通だが、荒れた路面での扱いやすさという観点で、低、中回転域のトルク向上を目的に、以下の仕様変更が行われた。燃費は、国土交通省届出地の時速 60km、低地燃費は2人乗車で 54.5kmL、WMTC モード値は1人乗車で 44.1kmL である。 東火類は軽量コンパクト化と省電力化の観点からすべて LED 化されており、メーターはスクエア形状の液晶ディスプレイと各種情報を表示する別体インジケーターに集約。また ABS、モジュレーターが走行している時の急ブレーキを判定し、その情報を受け取ったウインカーリレーがハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナルや アンサーバック機能オフスマートキーを標準装備する。ETC 車載機、グリップヒーターはオプション設定となるが、使用による電力消費量増加を想定して、日本国内使用は ACG 出力並びにバッテリー容量を増強する。インドネシア向け使用を発売。フィリピン向け使用を2020年1月に発売することを発表。同日から同年11月4日まで、 第46回東京モーターショーに日本国内仕様を市販予定者として出展。対応国仕様を発売。日本国内仕様を2020年2月14日に販売目標3000台年で発売することを発表。なお、車体色は以下の3種類とされた。ありがとうございます。